多摩大橋は多摩川に架かる東京都道59号八王子武蔵村山線の橋である。左岸が東京都秋島市、右岸は東京都八王子市となる。1966年開通の右岸方面域の橋とその上流側に2007年開通の左岸方面域の橋が並列する。以下、本では1966年開通の橋を季節橋。 2007年開通の橋を新雪橋と呼ぶ。1966年に季節橋開通。両方向各一車線であったが、多摩地域南西部と北東部を連絡する重要路線であり、周辺の市街化が進むと交通量は3万台を超え、慢性的な渋滞が生じた。歩道幅員が0.7メートルと狭く、歩行者の安全確保も求められた。 この状況を改善するため、季節橋の上流に新設橋を併設する拡幅事業が計画された。新設橋は2007年に完成。季節橋は補強と歩道の設置が行われ、2010年8月10日に全面完成した。建設中の新設橋。手前は、季節橋季節橋は、橋町約460メートルで、約50メートル級景観で構成される。 河川管理施設等構造例により、新設橋の橋脚も季節橋の橋脚に沿った位置に限定された。主景館を100メートルと150メートルとで検討した結果、施工時の経済性と河川への影響の少なさから150メートルとして、身を筋を避ける案が採用された。主景館は、延直ケーブルを使用したバスケットハンドル型ローゼ橋を採用。 一般武警官と主警官の比率が1、3と大きく、端子点の不反力と応力アンバランスが生じるがこの問題はアーチによる保護で解決した。桁高は2.4メートルで統一された。将来的に季節橋を新節橋と同様の景色に掛け替えることを考慮し、ライズは構造上決定される比率より若干低い1、7.5とした。下地式歩。 強しアーチ橋の連続競馬場は日本最長で2007年度に土木学会田中賞を受賞している。ありがとうございます。